こんにちは。名古屋セラピストオフィス柴田敏夫です。今日も昆虫食の食べ比べをしてみたいと思います。今日はコオロギを集めてみました。まずは京都コオロギ、それから広島コオロギ、それから埼玉嵐山コオロギ、次に群馬コオロギ、最後に山形コオロギ、この5種類の食べ比べをしたいと思います。はい、それでは全国のコオロギの食レポ第2弾、今日は広島コオロギをいただきます。では広島コオロギのキャッチコピーを読んでいきます。コオロギ界の大トロはこちら、広島コオロギ。広島県の阿光温徳の風プロジェクトさんが養殖したコオロギで、贅沢にもアーモンドを主食としたプレミアムな一品。脂のりがよく、アーモンド由来の甘い香りが感じられます、ということで、とっても期待できますね。はい、それでは広島コオロギ開封します。広島コオロギ開封。おお。これはなかなかちょっと大きめですね。広島コオロギはちょっと大きめです。では広島コオロギいただきます。これはなかなか、まあコオロギ界の大トロというだけに、とっても柔らかいですね。サクサクとして、しかも柔らかいです。しかもアーモンドをたっぷり食べて育った大トロの広島コオロギということで、脂の乗りが違います。本当にそんな感じですね。このこれだけで食べるんなら、この広島コオロギとってもおすすめします。はい、それではコオロギ食レポ第2弾、広島コオロギはこれで終了します。